ゃう体験。これ初めて？うん、うん、友達は違うやり方してたから。あ、そうですか。これを使うのは初めて。ビッティー、やばい、かわいい、かわいい、プリッティー、かわいい。こっちがまた美味しい。え、どんなやり方が惜しいですか？わかんない。何でも大丈夫。わたげさまのマニア。今に出るからシャーニー。どこもらえるの、このショール？これは友達から。友達が貸してくれた。あ、かわいい、かわいい。ライエスよ、ラワーじゃん。なんかラインだから全く違うから顔が。あ、そうそう。あれピンク、あれあれ、ニニア、これピニアジェニー。え、かわいい。メニュー、マンコピッチか。唐揚げ？ブチ？かわいい。ブチかわいい。あ、広島。あ、反対したら唐揚げに見える。かわいい。かわいい。かわいい。ブチかわいいは方言ですかね。広島の。そうだね。ブチが方言だよね。めっちゃ。全然知らないけど。ハブ。これも新しい服ですか？新しい服ですね。買っちゃいました。最近また同じ店行って、前と、いや、あ、これ安くてよかった。ムーザ、そう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 、エニメ、エニメめっちゃバラ好き。え、超かわいい、やばい。え、めっちゃおしゃれ。え、そうそう、ファッショナブル。そう、ビューティフォー、そう、エレガント。え、ちょっと待って、ナンパ待ち合わせないの？ユール、なんかマネージンっぽい。マネージンっぽい？うん、イエーイ。Okay. Can I see me? Yes. Ni kalau jalan tengah bandar ni orang tak nampak macam Jepun, orang nampak macam Melayu mix Cina. Ah, betul betul betul. Lawa. Kau nak puff kamu? Chinese とか Malaysian puff. Siapa kata dah cik kena?これはちゃう。ダイオン、トワイスポナルジョーク。ダイオン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 。Okay, I'll try another. 日本語の通訳。ああ、通訳。マリー語ね。え、カラナラセトルバンラケ。なんか英語普通に喋る。ボレボレ。うん。ボレボレ。ボレボレ、メイケンライ。ボレボレ。ボレ。トルバン。ああ、ボレボレ。やけね、ティンギスケラサンゴル。え、タピエのものがちゃんと。綺麗。こんな感じも綺麗ね、アミちゃん。すごい綺麗。これが良かったね。きれい。グルージーディアルでかい。こたびはビラーが K-POP か。めっちゃ K-POP 好きかな。リポスが K-POP。K-POP も好きでしょ。リポスが K-POP が。え、たびはアグスクやん、やん、ナンボデュオブニャード。スタイルか。ナンボデュオブニャスタジャンティ。そうそうそう。あ、変なやってるんだ。入れましたか。え、なんで黒ですか。え、なんとなく。え、なんとなく。赤の方が良かった。いや、初めて見た。なんか黒。え、そうなの？あ、そうそう。え、なにそれ？なんかマーカー使ってるの？なんかショッピングモールで入れてもらった。めっちゃ黒いよね。本当？え、フスタグで鬼行った。あ、いたな。うん、珍しい。珍しい。うん。見たことない。普通に赤いとかオレンジの色。It's really rare for me to see the black.これ普通じゃない、一般じゃない。本当。本当。一般はオレンジ。見て。可愛い。可愛い。キラキラキラ。目でオンポイント？ゆい。オンバケからパープルジム。オンポイントギル。あくらそう。Yes。でねパカヤンでポンダクヌ。まあみーちゃんは綺麗だからね、何でも。何でもやり方も合うよね。前でのビデオマネヤンオラカとちゃんあオッケー。あ、けん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 。ごめん。何もこれ。ボレが自分が単語かね。ボレ。運転の疲れとかわぶんね。だからポハリライユがにだけジュレ。Yes。これ一番好き？いや私は多分最初かもね。最初とか二番はかわいい。さてバカ会でとど。誰が？友達にやってもらった。うん。ダイパでかわいい。ブレブレフレンズ。ビトルブクで好き。クネゴソ好き。ボレボレボレ。オートバレとかオランとバカ会。
Ni kena duduk belah bawah. さっきのそれブランドの名前はそれを逆、うんうん、そう、あ、間違えてます。そうそうそう、間違えたから、そうそうそう、隠すからね。じゃあ次はちゃんと覚えてね。名前にブノっていう隠すということね。そうそう、隠すがほうがいい。カレーでもマンクニングバイジュディゲンスバディダーデューに行った。なんかショールが、あの服が合う。すごい可愛い。日本でもシュルスプレーっていうバーガー。あ、そうですか。これマレーシアじゃないの？マレーシア。え、マリシャなの？多分この服、うん、ちょっと日本っぽいっていうか、ね、なんか可愛いインターナショナルなデザイン、ね、モダンだよね。えぇ、ー、ヘニナンパチャンティウィめちゃあれあれこれもっと着る。本当？マチャマリアムマリアムね。おマリアムやんとドリアンキムチ。はぁドリアンキムチ。あのマリシャのインフルエンサーの人、めっちゃ有名の人。どうですかね、ヘニニムヤンパチャンティウィヤニーマチャディマライユジがめっちゃ綺麗。タコネティバレやってるのとタコのゴカピンがあのバレンジポニチギってかがわじっぽに来てちょちょこれるベルワダバー眠ってるかこら先じゃけなんか言いたいなら言えよ。She just say no マライユじゃあねバンバンジラン。Macam tak nampak langsung bergedut. Cuma belakang tu. Tapi belakang buat macam pendek sikit lah. Tak apa, nanti kita betulkan. Baik, baik betulkan dulu kot. Betulkan sekarang eh. Coto now sudah. Kita betulkan. So belakang ni sering. Nangka usia kan keko bijikai. Hada kami yut kara. Diorang dari mana? Diorang dari Jepun lah. Tahu lah. Tahu lah. Tanya. Tanya lah diorang dari mana. Where do you guys come from? Japan. それもちろんじゃん。The usual say yes。いやいやいや、それじゃなくて出身。ああ。出身はどこ？大阪。Both from Osaka or Tokyo。Tokyo。Tokyo go、大阪 go。Tokyo チーフのあのその映画。日本語でディビュー。恥ずかしいなこの。Go Bobo Fadia。ドボサト。21歳？誰が21歳？私22歳。あ、で、どぼさと、リスバインカ、同い年。Same age。あ、same。パットだけのスティキとめっちゃでっかいこの子はちょっと頭がやばい。おかしすぎだから。あ、こっちにもいて。ほんのぱ、え、にのぱ、おしゃじゃんて。It's more beautiful rather than before. Thank you。何歳と思う？22。22？何歳と思う？同じくらい。うん。答えは17。大人っぽく見える。そう。めっちゃ大人っぽい。17歳はマレーシアだったらもう卒業、高校の卒業から。3年卒業。マレーシア3年ないから。マレーシアはここは5年。あ、そう、中学校ないよ。 Alright, it's done. Thank you. I'm so beautiful, I really like it. めちんラプラカレー、トゥドゥガバジュ。みんな綺麗、めちゃめちゃ綺麗。ありがとう、ありがとう。お祝いの時に普通のルンダン食べる。ルンダン聞いたことある？ビーフルンダン。ああ、そう、大体はビーフね。ビーフは一番有名らしいですね。でもチキンルンダンもある。今回はチキンルンダン。ビーフルンダンない。ルンダンはこれですね。これはルンダンです。これはまあお母さん作るから、これはカレー。普通のマレーシアのスタイルのカレー。私めっちゃ好きよカレー。なんかマレーシアのスタイルのカレーはココナッツミルク入ってるから、インドスタイルのカレーはそんなにココナッツミルク入ってないみたい。なんかスパイスがもっとある。でもこれはマレーシアかな。マレーシアのカレーはちょっと違う。大体ココナッツミルクいっぱい入ってる。私これ好き。でもルンダンは特別の日だけ。それはお祝いの時に。これはコハカちゃん、ピーナッツソース。ああ、もう絶対美味しい。ピーナッツソースだったら焼き鳥、マレーシアの焼き鳥。サテーね。テー、そう、チゴメはこれでそうつけて食べる。これは何？これはルマン。ルマン？ルマン来たことですか？ルマンはあの卓球見たことある？うん。その卓球さ、中にはあのご飯って入ってる、ココナッツのご飯。食べてみたかったやつ。これこんな感じになるから。うん、ぽい。この葉っぱも食べる？いやいやいや、食べない。葉っぱはただのいい香りだけ。ああ、今は食べてください。いただきます。マレーズのサママジャムスエール。まあサママカンだな。サママカン。サママカン。マカン。マカン。
サマーマカン。シロップだよ。ああ、シロップ。シロップ。これはレモン。ああ、そう、もともとはこんな感じね。あ、酒の中に入ってるんだ。重いよね。重い、重い。気をつけてね。はい。ここに置く。ね、美味しそうだね。じゃあカレー食べたいわ。ねえ、カレー。めっちゃ。いつも学校で食べてる。もうカレー大好き。美味しいよね。一番美味しい。大体私の日本人友達めっちゃ好きからマレーシアのカレー。うん。私はめっちゃ好き。なんかこういうなんか東南アジアの味が好きな人がマレーシアの留学に来ると思っている。チキン食べて。いいよ。なんで食べてないですか。ジャパニーズカルチャーの、ね、許可を取ってしまうの。大丈夫大丈夫。別に大丈夫です。いただきます。見てたよ。いただきます。そうだね。ルンダンとか。うん。うん。美味しい。めっちゃ美味しい。日本で食べたのより100倍美味しい。100倍美味しい。初めて食べた。美味しいね、ルンダ。めっちゃ好き、うん。これ学校にないかな。あ、でもお祝いだったかな。お祝いの時だね。そうなんだ。例えばなんか沖のイベントとかこれもやる。結婚式とか普通にある。でもルンダンだったら珍しい。うん、結婚式はきっとレナがあんまりないの、うん、でもこのご飯ある、うんうんうん、え、マジでマレーシア来て一番美味しいご飯かもしれない、うん、日本じゃなかなか食べれない、うん、日本さ、なんか固有のご飯ないよね、もちもちなんだ、そう、もちもちだ、うん、でも私はもちもちご飯が好き、うん、逆にもちもちご飯が好き、うん、え、ご飯と私は肉じゃがも食べたことないから大体ポクじゃない、まあそうだね、そうだって超洋ポークだよ、後でこれ食べるね、うん、あ、でも昨日は何が出かけて帰ってきたのね、車でグラブで帰ってきたらいつも学校の前まで行ってくれるんだけど、昨日はホリデーだったから学校に入る門が閉まってて、うん、歩かなきゃいけなくて、うん、門から学校まで、うん、ちょっと5分くらいかかるんだけど、うん、その門の前で車が止まって出た瞬間に雨うわーって来て、最悪だ、もうびっしょびしょで、最悪だ、上から下まで全部濡れて、傘持ってなくて、その昨日だけ持ってなかったの、普段持ってるのにね、いつも持ってるのに昨日だけ、いや今日降んないかなとか言って、うん、置いてったら、うん、うわーって来て、もう昨日の雨やばかったもんね、その日も、そう、その時よ、マレーシアの天気読めないよ、天気予報なんて見ないもん、めっちゃ美味しい、いきなり美味しいからもうテンション上がっちゃう、そうだね、この米がね、やっぱね美味しいね、これは日本米じゃ合わないと思う、うん、このご飯にはレモン食べてみたい、いいよ、マカンマカン、うん、マカン、その葉っぱ食べないよ、なるほど、食べない、うん、うんうんうん、ルマンは一番美味しいのはこれね、ルンダン一緒に食ってみたらもっと美味しい、ピーナッツソースだったらクトバでもっと美味しい、うん、これはもっと合う、うん、ルンダンはルマンのもっと合う、うん、あのね、懐かしい味がする、何懐かしいの味のちょっとおにぎりっぽい、あちょっとだけね、まあね、まあまあ、いただきます、どうぞどうぞ、これ日本人好きだわ、なんかちょっとお餅みたいな、で食べるじゃん、うん、めっちゃ私めっちゃシティガールじゃんこれ、シティガールだね、いただきます、どう、うん、なんか懐かしくない、これ食べたことある、4年、うん、懐かしい、お赤飯のさ、お赤飯の味する、お赤飯、お赤飯です、これお赤飯は何、お祝いの時に食べる赤いご飯、小豆とか入ってる、お赤飯の豆がない味だ、いや本当にそれ、それだそれだ、これお祝いで食べるの、何かもね、何お祝いですか、いろいろ何でも、うん、お誕生日もそうだし、うん、お正月とか、お正月も食べるし、うん、あとは結婚したら、うん、あ、結婚、赤ちゃん生まれても食べる、卒業しても食べる、入学しても食べる、結構何でも何でも言えるんですか、めでたい日、おめでたい日は何でも、なるほど、お飯食べる、何でもおめでたい日はこれを食べる、うんうん、結構いい意味みたいですか、めっちゃいい、うん、あーなんか赤いご飯、普通にこのご飯はめっちゃ赤いですか、あの豆の色、これは豆は小豆ですか、小豆、小豆、うん、また小豆、でも全然小豆とあんま好きじゃなかったっけ、
おしえが好きだから。あー、めっちゃ粒だ。めっちゃ粒だ。もうもう。パサパサ。うん。そう、小豆が嫌いで、お赤飯嫌いな人いる。多いよね。ピザをつけたら耳が聞こえにくくなる。わかる。シンプルに聞こえにくい。わかる。どう？かけるも遠いし？違う味になった。うん、そう、かけるも遠いし。うん、あ、そうなんだ。あ、めちゃくちゃ好き。止まんないわ。うん、うん、うん、合う。うん、合うでしょ。今感動してる。感動しすぎて。これは何点あげるの？100点。おお。いや、本当に。めっちゃ美味しい。辛すぎないし、うん、でもちょっと辛いし、うん、どこがちょっと辛い？なんかちょっとスパイスがあるから、うん、ちょっとピリッとするけど、でも辛くない。そんなすごい辛いわけじゃない。うん。ミカは何点あげる？250点。美味しかった。あ、すみちゃんこれ食べた。あ、これ食べてない。これ食べてた。ね。お、ちょっと柔らかい。思ったより。あれ、これ食べた？食べてない。あ、食べてない。私も今トライする。トライしよう。なんかあれだ、ピーナッツ味噌。ピーナッツ味噌あるよ、日本にあるの、本当に。あるんだ、知らなかった。ピーナッツ味噌、うん、あるよ。初めて聞いた。へぇー、なんか見せてた。また違う違う、本当に本当にあるよ、ピーナッツ味噌って。ちゃんとピーナッツじゃん。そうだよ。おー、めっちゃピーナッツだ。いただきます。うわ、コンプレッドライスだよね。まあ、普通にご飯だから。うん、なんか不思議な味かも。甘いよね。うん、ピーナッツソースのイメージから、うん、絶対焼き鳥。さて、うん、何が一番おいしい？全部が分断。全然一番美味しい。私、レモン。あ、レモン、うん、めっちゃ食べるよね、さっき。私は中華です。藤本がいっぱいです。私は中華です。ありがとう。お疲れ様です。お母さん、ありがとう。ありがとう。美味しかった。